こんなんです、こんなの、何これ。どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、こちらを紹介しようと思います。インスタ360から新しく出たインスタ360GO っていうやつなんですけど、これもうね、写真出てるんですけど、めっちゃちっちゃいカメラなんですよ。ただで、どっちかというとね、 SNS 向けのカメラになりますかね。まあ、15秒とか30秒っていう時間を撮るためのカメラになります。では早速中身を見ていきましょう。はい、こんにちは、出たー、これですかね。これいわゆるイヤホン、充電式の Bluetooth のイヤホンあるじゃないですか。あんな感じの入れ物に入ってるんですよね。これちょっと後でやりましょう、後でね。ステッカー入ってます。で、これが付属品なんですけども、まあ取説一式シリカゲル、あとはまあ USB の線、それからこれね、ちょっとこれなんだろうって感じなんですけど、ちょっと後でやりましょう。はい、あとこれもなんだろうって感じなんですけど、後でやりましょう。はい、それからこれね、これシリコンです、シリコン。さあ、これが本体なんですけども、このグレーのところ、ちょっとこう接点があるやつね。で、これケースで、ここにまあ USB の穴がついてますね。はい、で、あ、ちょっと今光っちゃったんですけど、ここボタンがあります。で、本体こんなちっちゃいんですよ。親指ぐらいです、親指ぐらい。ちょっと開けてみましょうか。パカッと、はい、パカッと入っております。わあ、強力な磁石でバチッとついてますね。はい、出してみると分かるんですが、こんなんです、こんなの、何これ、スーパーちっちゃいですよね。ここがカメラね。で、なんかね、こう透明なケースにこう入ってる感じ。はい、で、裏がこう充電のね、接点というか、まあ、磁石となってますね。かっちょええな。で、まあ、このね、イヤホンの入れ物みたいなのが、まあ、ケース兼充電器になるわけです。で、向きがあって、こっち側に接点がついてるんで、接点をこっちにしてこうくっつけてあげると、このように、まあ、充電が始まって赤く点灯するわけですね。持ち運びもね、これだったらカバンの中にパーってぶち込んでも、まあ、レンズが傷つく心配もないし、ケースに入れてこれですからね。すげえちっちゃい。ちなみにこれ、例えばオズモアクションと比べると、ケースに入っててもオズモアクションよりちっちゃい。こんなちっちゃいんです。で、ここね、ここ端子になってるんですけど、ここを外せるんです、実は。そうすると、はい、こんにちは、ライトニングが出てきます。つまり iPhone にこのままつなげられるわけです。で、さっきのこっちが充電口 でこっち何かっていうと、これボタンなんです。これがスイッチなんですよ。はい、今押したらブーンってなって、これね、もう今撮ってます。今ちょっと点滅してるのが分かるんじゃないかと思うんですけど、で、もうワンタッチなんですよ。裏のボタンを押して撮影して、まあ、ワンクリックダブルクリックっていう、今ブンってなったんですけど、ワンクリックダブルクリックっていうので使い分ける。で、まあ、今ワンクリックして撮影が始まって、ブーンっていって15秒で止まりました。はい、で、まあ、スマホと Bluetooth でつないで、スマホ上で編集すると。もちろんパソコンでの編集にも対応しております。で、この付属品なんですけど、これが、まあ、クリップになってるやつですね。まあ、どっちでもいいんですけど、こういう風にクリップにつけて、なんか身につけたりね、何かこう、カバンのベルトにこうサクッと刺したりとか、そういうこともできるし、あとこっちの方は、ここがね、こう、まあ、動くものがついてるんですよ。で、さっきのこの丸いのね、この丸いのをこうねじ込んであげると、こうやって使えるわけですよ。で、しかもこれが粘着、ネチョネチョ系の粘着、洗えば再利用可能っていうネチョネチョ系の粘着なんで、まあ、壁とかに貼っつけたりとかで、剥がしてまた使えると、そういったものですね。
これね、ペンダント型といいますか、首からこれ下げるんです。で、首から下げて、これ磁石になってるんですけど、これを服の中に入れとくわけですよ。そうすると何もないところにこうペタッとね、くっつけるっていうことができる、そういうカメラなんですね。ではですね、ちょっと実際にどんな感じになるのか、ちょっと身につけてみましょうか。でさっきのこれなんですけど、はい、まあ、首からかけるとこんな感じなんですけど、カメラをくっつけるものなんで、まあ、長さをちょっと調整してね、まあ、あの服の中に入れて見えない位置までちょっと調整してみようと思います。はい、これでまあ目立たない、まあ、ちょっと見えてますけど、服の都合上見えてますけど、まあ、目立たなくなりました。そしてここにこういうことなんですよ。こういうこと、要するに服の上からつけられちゃうんですよね。つけたままでも指先でやれば撮影できるんじゃないかと思います。で、1日に200撮影できるっていうことなんで、かなり撮れるんじゃないですかね。では実際どういう風に撮れるのかをまずちょっとやってみましょう。さあ、まずはですね、ちょっとこの帽子で、帽子にクリップのやつをつけてみました。で、こうですね。そうするとヘッドマウント映像が撮れると。ちょっとこれで被ってやってみましょう。こんな感じでございます。さあ、頭につけて歩いています。スキップしてます。どうだろう、手ぶれ補正。特に何も考えずに、あの、頭も普通に動かしながら歩いてるんですけど、こんな感じ。さあ、今ね、こうやって頭振ったりしてるんですけど、ブル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 、手ぶれはどうかな。手ぶれ、手ぶれというか頭ぶれですけど、あと音ね、音どんな感じですかね。さあ、撮影を終わったら、まあここにねぶっ刺すわけですよ。はい、ということでインスタ365専用アプリがありますので、まあ、このアプリを立ち上げてですね、で、さっき撮影してきたインスタ365をつないでやると。はい、そうするとこのように、まあ、今撮影した一覧っていうのがね、自動的にこうダウンロードされるような、仕組みになっております。で、ここでこう例えばね見てみると、まあ、こんな風に映ってるわけですよ。はい、いやー、広いな、画角広い、すごい画角広い。これほら、頭めっちゃゆ、あの、揺らしててもこんなもんですよ。はい、まあまあまあ、そんな感じで、スマホに取り込むことができますと。で、取り込んだら、まあ、オリジナルファイルを削除ってやればカメラの中は空に戻ってくれると。さあ、そして、こっからですよ、まあ16:9、今これちょっと縦長にしましたけど、まあ、ここでね、この縦横比率も選べると。はい、インスタグラムだったら1:1ね、TikTok だったら9:16みたいなね。で、普通の iPhone 横画面とかパソコンであれば16:9で、まあ、編集ですね。ここでいろいろ編集ができますね。まあ、曲つけたり切った貼った、スピード調整、色調整ね、フィルターなんかもこんな風にいろいろ変えれるわけですね。で、ここでまあ手ブレ補正のオンオフもまあできると。さあ、さらにですね、面白いのはこのストーリーズっていうところを押すと、まあ、あのテンプレートが今ねいっぱいこう並んでるんですけど、これってAI 編集って言って、アプリ上でそのシーンを抜粋していい感じに勝手に編集してくれるっていうものなんですよ。で、まあ、あのテンプレートもテーマ別に3種類選べるようにはなってるんですけど、それぞれどれぐらいの枚数の写真が必要かっていうのが出てきますんで、ちょっとやってみましょうか。ちょっとこのね4枚のやつでやってみます。で、まあ、こんな風に編集しますよっていう例が出てきますんで、じゃあテンプレートを使います。で、今度は自分の撮ってある映像、一応ね画質だったりテーマだったりっていうことで保存してある映像の中から推奨のものも出てくるんですけど、
ちょっと今ねこれジェイコさんがタイムラプスで歩ってきたやつ、車の映像を、それからちょっとこう頭につけて歩いたやつ、あと20秒73の時間が必要な映像がやっぱり車の中しかないので、ちょっと車の中のやつ選んでみましょうか。はい、で今4つ選択しました。でここで、プレビューしてみましょう。そうすると今の4つの映像の中からこうなんていうんですか、今これね、計算して作ってくれてるんですよね。で、まあ、どんな仕上がりになるのかっていうプレビューが一応見れるようになってると。はい、こんな感じです。こんな感じね。結構回転を多用する感じですかね。で今ご覧になっていただいた通り、カメラを向けてないところの映像っていうのも実は記録されてるんですよ。一番最初に言った360度カメラの前半分がないようなカメラなんで、実はもっと広いんですよね。その中から一番使う部分を切り出してるんで、普通に撮影したはずなのにカメラを向けてない方向の映像も、まあ、映り込むようになっていると、はい。で、ここで今のプレビューが気に入らなければ、さらに自分で編集を加えることができるんですね。いろいろねここに出てるんですけど、まあテキスト打ってみたり、速さを変えてみたり、ボリューム変えてみたり、で色も調整できる、さらに動画を分割、コピー、トリム、普通の編集もできると。まあこのようにですね、まあ至れり尽くせりなわけなんですね。で、まあじゃあこれで OK だよってなったら共有してあげればいいと。でアルバムにちょっと保存してみましょう。はい、今変換しております。なので自分でこう一生懸命編集しなくても任せちゃえば、ある程度それなりのものを作ってくれるっていうね、そういう機能もついてるんですね。今時はすごいですね。至れり尽くせりだな。さあいかがでしたでしょうか。インスタ3605、このなりですからね。まあこのなりでこれだけのことができれば、もう SNS だったらもうこれだけでもう全部の映像を作れちゃう。ブレなくいろんなものが撮れちゃう。手で持って撮ってもよし、身につけといてもよし、どっか壁とか車とかに貼り付けといてもよしと。ハイパーラプスだったらまあ30分撮れるんですけど、まあ、それ以外は15秒か30秒で選んで使うっていう形になりますね。デザインもいいしね、ちっちゃいしね、ちょっとなくしちゃいそうな気はしますけど、なかなか今からこれ他のメーカーが作るって言ったら真似できないんじゃないかな。ということでインスタ3605すげー商品です。以上です。じゃあいいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこっちの方登録お願いします。じゃあいいね。